強い地震がありました。震度3以上を観測した地域は次の通りで、めっちゃ揺れてます。東京揺れてます。宮城県北部、宮城県現在10時半、5月1日10時半、岩手県沿岸南部、岩手県内陸南部、揺れてます。地震発生中、福島県中通り、また震度4が岩手県沿岸北部、まだ揺れてます。福島県浜通り、震度3が岩手県、秋田県、山形県などに出ています。先ほど午前10時27分頃、東北地方で強い地震、まだ揺れてます。震源については現在、さあ、気を取り直して、皆さんこんにちは。今日はですね、5月1日土曜日でございます。ゴールデンウィーク真っ只中ということで、午後2時でございます。本来であれば昨日の4月30日の動画はどうしたんですかと、思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、もうこれはですね、私の本当にちょっとプライベート中のプライベートということで、ちょっと本当にもうカメラを回す暇がないぐらい非常に濃い時間を昨日一日、丸一日、まあ、朝までなんですけども過ごしてました。昨日は、まあ、簡単に説明しますと、午後3時からですね、去年まで住んでた自由が丘にあります、カフェのね、周年祝いに行ってまいりました。8周年というね、節目をちょっとお祝いしたいと思って行ってまいりました。本当に本当にいい時間を過ごさせていただきました。ちょっとね、今日朝ちょっと仮眠を取って、それからスーパー銭湯でお風呂入ろうと思った時に地震が発生いたしました。本当にちょっとびっくりしまして、ちょっと旅の予定とか動画の編集とかも全部がちょっと今一回リセットされた状態でございます。まあ、ちょっと気を取り直してですね、本日5月1日からまたちょっと、まあ、僕の勝手な言い訳でございますけれども、ちょっと仕切り直して5月1日からもう一度旅の始まりということでね、行かせていただきます。ちょっとね、おいどうなってんだっていう思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、申し訳ございません。今日はちょっとゆっくり東京で車中泊をした上で、明日5月2日明日の動画ですね、明日はですね、静岡県の掛川市に行きます。掛川市、はい、いただきます。すごいです、これインパクトすごいですね。ひつまぶし、全然見た目はひつまぶしじゃないですけどね。でも見た目のやば、その薄ピンクやば。ちょっといいですか、一瞬、ちょっとぐらい傾けても大丈夫。これがひつまぶしです。ね、デニーズローストビーフ、どうですか。まあまあ。うまい、うまいです。これなんわかんないです。いや、かけ、多分かけた方がいいですよ。
で あのうなぎのタレみたいな感じだと思います。その色的にはひつまぶしっていうぐらいだから。あんま好きじゃないですか。なんか肉のタレって感じです。ちょっといい、逆にうまいかもしれないです。全然うなぎのタレじゃないですね。多分そっちの方が合うと思います。まあそうですね、はい。その汁物に入れちゃダメですね。ごめんなさい、なんかちょっとみたらしみたいな、みたらしのタレみたい。まあでもちょっと味が薄いって言えば薄いですね。そもそもね、そもそも出汁が。ごちそうさまでした。あれ東京タワー、東京タワーさん、東京タワーさん、あれ電気消えましたけど、8時で消灯なんですか。見てるんですね。え、東京タワー8時、あ、そういうことですか。ありがとうございました。綺麗な東京タワーをお見せしたかったんですけど、消灯してしまいました。すいません。停電かなと思ったらですね、ちょうど8時なんですね今。で、東京都はまあ緊急事態宣言出ておりますので、8時で消灯ということだったらしいです。まあ、ある意味逆にちょっとレアといえばレアなんですけれども。そして、雷が今すごいです。東京は、東京タワーにも雷が落ちた動画は多分映ってると思うので見ていただいたと思うんですが、結構外はバリバリ言ってます。こうね、本当に全体が綺麗に撮れるベスポジを探して、あ、ここいいとこ見つけた、ここ行こうと思って、さあ U ターンしようかと思って振り返ったらもう暗かったですね。まあでも大丈夫ですね。ね、先輩、はい、帰りましょうか。そうですね。じゃあ送ってきますね。お願いします。今から、いや今
今からじゃない。編集が終わったら。明日は静岡県掛川市に行きますよ。ぜひ明日もお楽しみください。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。